小学生の皆さん、こんにちは。ロアソク熊本、黒木光平です。神村修平です。今、新型コロナウイルスの影響で学校が休校になっていて、皆さんも家で過ごしていると思います。僕たちもサッカーの試合ができませんが、今は感染予防のためにできることをみんなでやっていきましょう。試合が再開したら見に来てね。小学生の皆さん、こんにちは。ロアソク熊本、背番号15番、坂本光大です。背番号35番、内山圭です。新型コロナウイルス感染予防のためにできることをやりましょう。頻繁に手を洗う、よく寝る、よく食べる、目、鼻、口を触らない、運動をする、利き手であちこち触らない、風邪気味なら休む、くしゃみをするときはティッシュで隠す、咳のしぶきを飛ばさないなど、一人一人が心がければ良くなります。コロナが落ち着いてリーグ戦が再開された時には、みんなスタジアムに応援しに来てください。待ってます。小学生の皆さん、こんにちは。ロアッソ熊本、背番号23番、小谷由紀です。背番号22番、山本海斗です。新型コロナウイルスの影響で学校は休校になっていて、皆さんお家で過ごしていると思います。僕たちも、感染予防のため、手洗い、うがい、栄養あるご飯をいっぱい食べる、よく寝る、家でできるなら少し体を動かすなど、たくさんのことに取り組んでいます。今本当に子どもたちはすごいストレスを抱えている中で、一日を過ごしていると思います。その中でも、自分ができることを毎日、何ができるかなと考えながら、楽しみながら、日々を過ごしてもらえたらと思います。僕たちロアッソ熊本は試合がなかなかできませんけど、毎日一生懸命練習しています。皆さんに少しでも勇気を与えられるように頑張るので、またスタジアムの方にもぜひ遊びに来てください。皆さんでコロナに打ち勝ちましょう。